たってことで NBA 2K20 来ました。今までね、21、22とスイッチでやってきて、23は PC 版。ってことで、24はついに PS 版。次世代版でやっていきたいと思います。いいね。うわ、抹茶がきついわ。まあ、編集していく中でね、ちょっと画質落ちると思うけど、俺が見てる画面はめちゃくちゃ今、画質綺麗。OK? ってことで今回もマイケリがやってきます。いいね。こんなんなかったよな。2K20 にて。はい。ヨキッチ、コービー。わ、再現されてます、アント。コービーね。はっけ。OK。NBA 2K24 きたー、かっけー。ってことで、今回から PS5 でようやく次世代版やっていきたいと思います。ってことで、マイケリア、行きましょう。はい、ってことで、気を取り直して、行きましょう。マイケリア、新規。さあ、新しいビルド作成。ちょ、ビルドとか俺あんまり分かってへんねんな。顔のスキップ、これスキップします。とりあえずアジア人っぽい顔探しましょう。でもアジア人っぽくなくていいかも。自分の好きな顔でやろうか。どうしようかな。いや、画質がめちゃくちゃ綺麗。これホーキンソンっぽくない？ちょっと鼻は似てへんけど、髪型だけか。うん、これにしようか。なんかハーフっぽい顔でいいよね。さあ、自分で作成 NBA テンプレート。どんなあるよ今。 NBA テンプレートやっていい。じゃあ、引き手は左。背番号なんて、背番号何番帳かな。いや、何度。28で。さあ、ポイントガード、ラメロボールの、これ、なるほど。これラメロになると、ポテンシャル。うわ、どうしよう。ショートレン。自分が誰好きかによる。とりあえず195センチぐらいのポイントガード作りたいから。ルカいいね。ボックスやっぱカニが向かいいから、大型ガードになりたいから、これでしましょう。で、これで変えます。わ、しかも196センチとかできるやん。前で PC やったらさ、6フィートとか英語表記しかできんかったから、これはいいね。92キロ。ウィングスパンは、まあ、長すぎてもありだから。1メートル長いぐらいにしよっか。よし。じゃあ、身長は196センチ。体重92キロ。ウィングスパン2メートル6センチ。まあまあまあ。まあまあじゃない。同じタイプの選手は、うん。ディンウィディ。とりあえず何でもできる、シュートが打てるベンシモンズを目指します。さあ、チームを選択。最初からできない、これ。チームすげえ。なるほど。今まで僕はね、前作はネッツでした。で、前々がどこかってキングスかやったから、行ったことないチーム以外。ポイントガードないとこどこや。まあ、ブランソンおるけど、やっぱ大型ガード欲しいよ、ニックスも。だからニックスにしようかな。うん。まあ強いチーム行き過ぎてもいいしね。ってことで、ニックスで優勝するぜ。一応前作はね、見てない人もおると思うけど、まあ、ネッツで優勝しました。はい、さあ来たー。初めては。ザ・シティって言うんだっけ。今までネイバーフットしかなかったからさ。楽しみ。はい、うわ、初めて、楽しみ。うわ、めちゃくちゃ広いんじゃん。これちょっと動画外でいろいろ回ろう。とりあえず基本動画ではね、試合映像を
試合だけやるんです。サブミッションとかは多分動画にせんかな、基本的に。なんかねストーリーやったらつけますけど。いや今回いいね、オープニングは。で前までは高校生から始まったり大学生から始まったりとか中学生から始まったりとかあったけど、今回は前作はいきなり確か NBA って、今作もいきなり NBA からって感じかな。最近はないですね、高校とか大学から。またね、こう大学からやりたかったりもするけど。さあマイケルが来た来た。ザ・シティでバスケ始めよう。どうしたらいい。ザ・シティから始めていい。ちょ全然分からん。来た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 。ジャーナル、すごい。マップ、あ、みすごい広いマップがこれだけで嬉しい。あ、でも一応シーズンから進めようかな。ちょっと、うん、あ、分からんかな全然基本的にはストーリー進めていく感じでいきましょうか。じゃあシーズンどっからこれか。はい、キーゲームはシーズン中で極めて重要な試合を指します。スケジュールでは次のキーゲームが必ずしも次の試合になるとは限ります。ここで次のキーゲームで対戦する相手を確認できます。よしよし、とりあえず今回ゴールを目指すって感じらしいですね。ジョーダンとかロナウドみたいな。でもこのまま進めちゃっていいのかな。ザ・シティでもいろいろやりたいけど、なんかゴートランキング、一応ドラフト1指名になってる。じゃあ行きましょう。今回ストーリーってのはないんかな。じゃあこのまま進んでいい？行きましょう。さあ、NBA での初戦をプレイすることのアリーナまであと少しだけ。父だけでなく祖父もリーグでプレイしていましたが、あなたは世代を代表する選手です。3代目？やば。次のことになりましょう。気力を破り全力を出せばゴートポイント獲得できますと。アリーナ入りましょう。お、来た。ストーリーやってきた。さあさあ今回ライバルあるかな。前回シェップやったよね。さあ、そうなのなんか期待大きいな。高校卒業ですぐ入ったの、それとも大学1年間だけやって、どっち分かれ。今回のストーリーどうだろうな、楽しみ。ちょっとハーフっぽい。一応日本とアメリカのハーフって設定でいきますでも NBA 結構ね、親と子供で NBA 選手って多いから、まあまあまあ。スポーツで、いいや、マジで最初からプレッシャー半端ないけど、レブロン・ジェームズ以来の逸材として NBA デビューを飾る。2、MJ はデビュー戦で16、6、7、2、4だった。
ポイントでまたアシスト、スティール、ブロックの合計で36超えを決め、彼の記録を上回ると。レブロンはデビュー戦で25、6、9、4、0。いやぁ、いけるか。え、なになに？すごい、ロッカールームから始まってる。なにこれ、なにこれ、なにこれ。ちょっと、もうね、やることが多すぎて分からん。ソーシャルメディア。DM とかない。OK。これじゃない。メッセージ。おい、ソーシャルメディア見たいわけちゃうね。メッセージ見せてくれ。なにこれ。まあいいわ。いろいろ見てきて。アシスト。コーチ喋っていい？はい。あ、ここでもストーリーある。ロッカールームから始まるなんて、すごいな。全然試合始まらへん。マジで？オッケーオッケー。That's a competitor's mentality, and I get that. But just remember that it's a long process, MP. As long as you tap into what makes you great, we're all good. No one is expecting a fully formed MVP on day one. いや、そんなことないよ。特にニックスのファンだから。やばいやろ。最初から、ね、めっちゃすごい期待寄せられそうな気がするけど。お、ゴートモード発動して世代を代表する才能をフルに発揮しましょう。試合内の目標を達成するとスキルブーストが発生と。初めてすぎて、ちょっと、全然ついていけん。こんなんなかったぞ、今まで。2K20 からやってきたけど。PS5 であったんかな、この。それとも、今回初めて。フィンガーロー。あ、これ選択すれば、いけると。何しようかな。ダンク3回。レイアップ。レイアップが一番簡単そうやから、ここにするか。よ、MP。今日は俺のジムでフルで5、5対5。ちょっと分からへん。シューズ担当。で、無料のシューズを手に入れろ。はい。Hey, MP, what's up? Check out these free kicks that we're hooking you up with. OK。 おっと、これでライブと。あー、なんか。個人的にアンダーアーマーがいいんですけど、やっぱバスケ選手のこれ、冗談やろ。わ、俺はゴートになるということで、冗談と契約します。OK。On behalf of Jordan, I'd like to wish you good luck in your first NBA game. Not that you need it or anything. We're all real excited to see what you do out there. ありがとう。じゃあ試合を行う。いけるか。この人らと喋れへんのか。いえいえ、ちょっと自分で行きたいわ。すげえ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 。ここ入ったらなんかできるキーゲーム。あ、これでユニフォーム変更と。ここは次の試合よ、これ。じゃあ行きましょうか。うわ、ちょっと動きにくい。すげえ。実際ロッカールームこんな感じなのな、ニックスの。MSG も。すげえすげえすげえ。めっちゃカメラで撮られてる。なんかまだあるけど、36メートル。とりあえず、行っていい？はい。で、NB 続き。ん？歌の長さを設定。ちょっと待って。ということで、とりあえず最初は8分で行きます。これでちょっと短かったら9分とか。に増やしていこうか。ってことで、試合行きます。よ、ブランソン。よ、RJ バレット。行くぜ。あ、ブランソンがね、結構ちっちゃい方のポイントガードだから。いきなりうるさいな。バックアップのポイントガードとしては、全然いいじゃん。さあ。来た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 。ちょっとうるさいな。大丈夫。元は。
ちょっと音うるさかったら次回から、はい、ちっちゃくするわ。ブライムス、ブライムスって誰か。RJ、 まあ最初やし、ここは飛ばさん、次回からこういうとこを飛ばします。スモールフォワード、センター、こう見るとニックス大丈夫かあんま強くなさほんで、まあ、ジュリアス・ランドルとブランソンでどうなるか。オッケーオッケーさあ楽しみ。まあ今回多分交代枠途中からやから、あれ、え、ブランソンちゃん、俺がいきなりスタメンでいいんですか。ブランソンさん不満でトレードならへん、いきなりいきなりトレードの噂で大丈夫さあ、ということで腐りが来たー。うわ、 PS5 で初めてやる。今まで PC でやってきたらさ、操作いけるかな。一応 PC でもコントローラーでやってきたから多分大丈夫だ。近くでシュートやってで待つでパス、 OKOK いけるはず。さあブログで、俺はブログだね。てかいきなりスタメンセルティクスか、きつ、大丈夫かな。さあ来た、初試合マジ楽しい。いや、やれることもめっちゃ増えてるし、動画時間長くなりそう。できれば30分ぐらい。さあ来た、うわめっちゃ、うん、あと言っとくけど俺あんまり、あの、オッケーオッケー、いや、あんまり特別もいいわけじゃないんで、ね、許してね。ちょ、お前、中に入るよ。なんで中に、オッケーオッケーオッケー。いきなりです。よかったよかった。なんで中入らないと思って。あ、なになに、振動した。あとシュートメーターがまだ分かってんから、一回シュート打った。ちょっと待って。一応難易度をオールスターにしました。ちょっと強すぎ、あれあれできへんよ、あれどうやってするの、あれあれ、あの戦術、はい、オッケー、ちょっとアレクサ起動すんの、オッケー、ナイス、まだ操作がOK、だいぶ分かってきた。とりあえず1回シュートを外れてもいいか。これでオフボール、まあ、徐々に慣れていこう。じゃあダッシュ、ダッシュ、これ L、 ダッシュ L、 あれつちゃんと見とけ。OK、 いいや、決めてくれ。ちょ、今までとダッシュが違うから、ちょっとこれ後で操作変えな。操作が今までと違いすぎて、ダッシュがね、ちょ、今までダッシュ俺 R1 やったけど、ダッシュ R2 か。さあここ行こう、いけよし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 、ちょっと待って、難しすぎ。ちょ、帰っていい、早いとかないんやけど、タイミングが分からん。じゃあ早ない、なんで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 こんな早いどういうこと、ちょ待って、めっちゃシュート早い、設定できへん、どういうこと、OKOK、 いや OKOK、さあ、最高。ナイス。おい。まあ、さあ、ここで、ピッカーの。ほら、なんとか通ったけど、なんとかきついな。OK。え、何、ハンドリング、スピード、ドライブ、レイアップ、何やの、何やの、速
入るパターンやと思うやんけ。オッケー。いや、惜しかった惜しかった。オッケーオッケーオッケー。ちょっとまたタイミング分からへんけど、全然。オッケーオッケー。ナイス。いや。オッケーオッケー。だいぶ分かってきた。じゃあもう一回コントローラー設定するか。さあさあさあ、なんかシュートのあれ速さは今回できんのか。あ、いけたいけた。これでカットポイント。なるほどなるほど。でロビンソンパス、はい、おい、 OK、 よっしゃやっと初得点 D プラス、よっしゃ。こっからや、こっから。さあさあ、ここ決まんなよ。さあリバ、俺の前作も得意としてたサッコ。いやもうお前に出して。さあ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 、ナイスディフェンス、ちゃんとついていこう。いやもうなんで、頼むわ。俺がポルジーニョ使わないといてくれ。さあいいねいいね、オフボールでどんどん動いていこう。オッケーオッケー。いやマジか、大丈夫、まだ最初やった。オッケー、バスケバスケ。いや、さあさあちょっと待って、16対4っていうめっちゃグロいスタッツになってるけど、はい、切り込んで、ロミソン頑張れ。サランドル、ナイス、いっちゃっていいよ。さあ、心を頼む、サードル、いけさすが MB、 ごめん。いや、タイムアウト、ちょっとまた全然慣れてへんから、ちょっとまずは慣れなかった。さあ、交代。さあクイックリブランソン入って、ちょっとこの前やったら、全然、達成できんかもしれん。さあ、第2クォーター？ OK。24対45。これはひどい。まだここからや。とりあえずスタッツ飛ばさんと。はい。とりあえず、ピッカーのブロック。はい、いや、あれ無理か。いや、そんな動きしたの、今の CPU。 いや、ピックアンドロールが難しくなってきた。ただただ脳死でピックアンドロールがきついか。オールサイド、いや、うん、ついていったけどな。OK、じゃあランドルにこれしてゴールカット。なるほど、こういう動きできると。さあ俺がスクール。 OK OK、 ナイスです。うん、とりあえず10点差しよう。さあブログ、これこれついていけんかもな、強すぎて。いけるか、早すぎてね。いけいやマジ結構追いついたけどな。さあブランソンとツーバー、さあ俺がスクリーン。 OK、 でポストアップ。いやこれ難しいな、マジやれること多すぎて全然できへんな、これ。ちょっとまだ戦術は練習しないと無理。さあと
レーザーズ。いや、普通に強いわ。ディヒが。俺運ぶ。さあ、開いた、開いた、開いた。いけっおい、いけっおい。何もしてんねん、俺。せっかく言うのに。これ、シュートタイミングが分かりづらいわ。早すぎてさ、今までと。早すぎひん、シュートさん。俺だけ。それともタイミングのコントローラー設定がまだ違うのかもしれない。サブランス。OK? いや。OK。開いた。よしよし。てか、あぶね。ちょ、タイミング早すぎてさ。ここ。まあ、まあいいか。オッケー。さあ、ここに。で、できるだけ打つこう。4得点。2アシスト2レバー。2ターンは。今のとこ、あんまりやと。オッケーオッケー。ないで。ちょっとディフェンス難しい。響きすぎてさ。オッケさあ、ここブラウンスね。いけ開いたおい無理すんな、無理すんな。開いたオッケーおい決めてくれ。さあ、ここ。いや。オッケーおいこいつら何をしよう。お笑いやん。お笑い球団や。大丈夫か。一応方言と仮にも仮にも方言なんです。歓声が全然つかなくなってきてる。いつものニックス来たってなってる。いや、ニックス劇場来たってなってる。いや、待って待って。最近ニックスはちょっと強いんですけどね。OK。おっしゃ、来た。いや、ごめん。自分で行ったらよかったかな。ナイス。味方に任せてもいいんですけどね。カッティングしたいけど、うん、おっ、惜しい。さあ、とりあえず今日、今日の試合はちょっとあれやから、とりあえず自分のスタッツ稼ぎに集中しよう。さすがにこれ逆転できる。さあ、ライド OK。 いや、開かないか。久しぶり。いや、ここ自分で決めたいな。なんとか。さあ、なんとか。ロールで。いや、マジで、ピックアンドロール今までいけたんやけどな。って。まだ自分で打開できる能力ないから。さあ、ダブルスクリーン。いけ。ナイス。OK。ああ。まあ。後半行きましょう。これシャック、ハーフタイムショック。ちょっと出さんといて恥ずかしい。フィールドゴール 14%。 これシャックに言われるんだよ、これ。なんやこいつって。なんて言うとこわからんけど、とりあえずディスられてる。ちょっと飛ばさせて。ちょっとまた操作が PS5 になってから分かりづらいからな。ちょっと見てられん。ちょっとね、次の試合まで練習しておきます、とりあえず。いろいろなんかザ・シティとかで練習できるよ、多分。さすがにね、動けなさすぎて。ちょっと練習してから次回は臨みます。さあ、さあ、でもドライブ能力は全然悪くないと思うんだけど、ただシュートタッチが悪すぎるだろう。まあ、それは前作もそうやったけど、もうちょっと決めれたから。OK。さあ、ダッシュも遅いし。おっせえダッシュ。OK。いやー、いたけどな、俺。スリル打てた。
タオバも多いね。これで一回スティーブいけたから。こっから。さあ、これブロックだ。止めたる。OK。いける。なんかよりリアルなプレイっぽくなった。今までゲームっぽい動きあったけど、まあ、ターンオーバーの仕方とかさ。え、ファールか。なんか、ターンオーバーの仕方がすごいリアルっぽいっていうか、こんなにターンオーバーするみたいな。ピックアンドロールを成功させたいね、そろそろ。OK、なんとか通ったけど。まあ、よしよし。全然成功できた。さあ。一回ぐらい成功させたい。いや、さすがにポリジンギスの移動だな。なんか何やかんやさ、あれでもシュートいけたんやけど、ちゃんとブロックされる。なんか、よりリアルっぽい気がする。ちゃんと抜かな、決まらんっていう。はい、さあ。さあ、いた。ナイス。いや、いいローテーションやけど。さすがニックス。はい、さて、いた。いかせんよ。さあ、さあ、ダブルチーム、ナイスナイス。OK。とりあえず、2つ直そう、俺の。そっからや。パス&クロナー。いろいろ試した。最初はうまくいかなくて当然だ。どんどんうまくなればいい。3試合欲しい。3試合いければある程度うまくなるはず。さすがそれも無理や。 OK。 さあ、ここから俺ら勝負。はい、フェードでいこう。フェードで OK。 抜いた。よっしゃ、 OK。 よしこれ緩急ね。カイリーみたいな緩急使った。さっきシュート打つの仕掛けての緩急で抜いた。いいね。ちょっと慣れてきた。あ、ごめん、見てなかった。おい、調子の俺。はい、戻して、オフ折れてしっかり動く。スタランドル、ナイス。素晴らしい、ナイス。 OK。 よしよし、6点3アシスト2リバウンド。まあまあ、ターンオーバーは2つで抑えた。さあ、ナイスね。大丈夫。 OK。 ナイス。よし、だいぶ俺らの形になってきた。さあ、プリシャードやから体格的には勝ってるからね。さあ、そこまで特別大きくないですね、ポイントガードとしては。平均よりちょっと高いぐらい。ただカニガハムとかドンチッチ来たらやばい。 OK。 リバウンドもちょっと取りたい。ごめん、もっと一気分かったな。はい、体力なって。サブランソン、君ならいける。おお、ほんまに。さあ、バントン。バントンってラプターズのバントン。セルティクスを打った。君セルティクスに来た。なるほどな。とりあえず、スタッツ稼ぐ。
You also have to respect the pride they take in playing defense. They've been able to get some takeaways because of their activity level. Okay. Shot is good by Perry. よしよし。とりあえずロールとフェードを使い分けて、僕はパスハンドボールとか、ね、いろいろ試してみましょう。さあ、めっちゃ外うるさい。大丈夫か。オッケー。いや、バントン見抜かれるな。オッケー、いや、そこリバント取りたかったけど。はい、さあ、もう一回、ボール。抜いた。オッケー、ファウル。これしっかり溜めたことでファウルにつながったね。ちょマジでタイミング早すぎる。じゃあ、あと調べます、これ。オッケー。いや、マジか。ナイス。オッケー、オッケー。マジでタイミングやばい。どうしたらいいの？あれ今回なんかスティール狙ったらなんかブーストヘルプみたいな聞いたけど、ほんまか。さあさあ交代、連交代。さあちょっと待つ。さあ連交代のゴムか、行きましょう。ちょっと待ってな、ドポイントってとこにしてみますか。いろいろ試しましょう。さあ、ワンワン。いけるか。さすがに。さあ、ダブルスクリーン。ナイス。いった。オッケー。おっと、追いついてきたぞ。16点差。いいんじゃない、いいんじゃない。残り5分30秒。とりあえず10点差まで。いこう。いや、もうちょっとスタッツ稼ぎたいな。これじゃあ MJ レブロンにはかなわない。スリーもね、決めたいけど、今のシュートはちょっと、今のシュートではきつい。ここ、いや、オッケー、よし、ナイスシュートチェック。オッケー、いや、お前、えらいエグいって、シュートブロックがよ。なんでそんなシュートブロックしてかって。まあ、まだ俺が弱いから。さあ、ちょっと いつでもカバーいけるよ。テイテムはさすがにきついか。さあごめん、バント無理やろ、さすがに。 OK、 スリー苦手なことをしてるよ、ラプターズ時代見てたからね。さあここレードで、はい、果たして俺がスクリーンじゃなくて OK。 ナイス、素晴らしい。さあ13点差、これいけるんちゃう、マジで。いけるいけるいける。スタートも、おい、なんでお前、なんでそこ行ったの。意味が分からん。あれ、なんでダブルチーム行ったなんか俺が変なこと思ったそれと。とりあえず10点目指そう、うん、劇的にスタッツは伸びるから。いや、スリー入らんしな、どうぞ。うまっ。スピンもあんま効かへんな。どうしようかしら。OK。OK。ハーミラー。ナイス、リバウンド。よし。いや。せっかくいい感じやったのに。またハンサーとか。ゆっくりゆっくり、まず今のフェース。で、オフボールでしっかり動く。さあ。さあ、ロールで。落ち着け。なんで俺パス出した俺。シュートボタン押したはずやったっけ。さあ、いや、待て、せめて10点差で降りた。いや、もう邪魔お前。もうスクリーンめっちゃ、相手のスクリーンめっちゃ引っかかないけど、
これもスクリーン避ける能力とかあったよな、確かブッチなかったっけ。ちょっとさすがに、はい、さすがに相手やろ。いや、ランドロップね。ちょっと俺がポリチンス無理やって、ファールするしかない。まだファールゼロだから、当たった瞬間にファール。これは休んでて、うまっ。おい、26得点何やと思う。じゃとりあえず無理やりでいいかな、点決めよう。とりあえずポルジンキス来てほしくないねんな。ポルジンキスにスクリーンコントロールしてほしい。どうしよう、ごめん、マジでほんまにあかん。ちょ、待て、サリバド。おい、フラン空いてる。おい、結局25点。結局離れてる。And what a complete performance we saw from them. A dominant win in every way for the Celtics. OK. いや、なんで？おい。さすがにそれはひどいぞ。I mean, what's so impressive is they never wavered in their approach. これ、俺が下手くそなんじゃないよな。また能力低い彼やな、そう信じたい。全部無理ないで。ドライブ行っても全部頼むかな。さあ、とりあえず4、さあ、これ50秒いける。オッケー。さあ、これいける。いや、出たやろ。出てない。リバウンド取られんのよ、そこ。うん、ちょっと点取りたい。さあ、いや、ちゃんと味方、ね、ちゃんとターンオーバーする。さあ、打ってくれた。いや、お前、する気もある。ちょっと難易度下げますわ。オールス、最初からオールスターあかんかった、さすがに。いけ、よっしゃ、ある程度強引にいったらいけるな。まあまあまあ、最終から OK にしよう。おい、ちょっと待って、なんでなんかずっとサーバー接続してて無理ないけど、どうやっていい、これ。いける、大丈夫、大丈夫やんな、大丈夫な。え、これもしかして戻るん？もうおかしいやん。なん？これ、つな、これちゃんと途中からなってるやん。はい、ってことで、ちょっと1時間くらいプレイしたんですけど、結局、なんか、接続できないね、みたいな感じで、切れました。はい。ってことで、この試合は飛ばします。はい。はい、ってことで、もう一回やり直したんですけど、さっき見た通り、試合終わった瞬間にサーバーが切れて、もう一回やり直しです。どういうことこれ？いきなりバグやん。え？こんなことある？さっき試合終わったんですけど、いきなりバグりました。また。サーバーダウンしたと思ったら、今までサーバー待ってくださいって感じだったんだけど、強制的に落とされて、メニュー戻って、戻ったらまたこれです。またセルティックスからやり直しで、また1試合も打てないで判定になってますね。どういうこと？とりあえず、だから、パート1は、すごい中途半端な感じですけど、こんぐらい、こんな感じで、ちょっと次回までにちょっと、なってることを願います。マジで、ほんまにお願い。マジで頼むわ。
はい、ってことで、ちょっとパート1、2K24 のパート1は散々な結果になっちゃったんですけど、はい。次回までに、サーバー直っておいてくれ。お願い。